アトキンスダイエット。アトキンスダイエットとは、アメリカ人医師、循環器学者のが考案したダイエット法である。低炭水化物ダイエット、ケトン式ダイエット、ローカーボダイエット、低糖質ダイエットとも呼ばれる。通常200から 300g である、炭水化物の摂取量を20から 40g と、非常に少なくし、糖分の代わりに脂肪がエネルギーとして使われる状態に誘導する。 肥満のためインスリン抵抗性が高くなり、さらに肥満になりやすくなり、糖尿病の発症のリスクが上がっているような状態を炭水化物中毒としてダイエット法の対象にしている。アトキンスは、このようにインスリンが大量に出てしまう原因には、砂糖などの炭糖類や白米や白い麺類やパンなど制白された穀物などの悪い炭水化物が大量に消費されるようになったとき、 背景があると考えた。一方で、アトキンスダイエットには、心臓や腎臓に負担をかけるのではないかという批判が存在する。アトキンスダイエット手法は2003から2004年頃にブームになり、北、アメリカでは成人の7人に1人が取り組むほどで、あった。その影響によって2003年には、パスタや米といった。 炭水化物系食物の半額が4.6から8.2%ほど落ち込むことになり、それらの産業からは数多くの怨念が寄せられた。このダイエットの成功により、クリスピークリームドーナツ販売店からも恨みの声が上げられた。多くの企業は低炭水化物ブームと呼び、注目を集めようと炭水化物の少ない特別製品を販売し始めた。 2000年2月24日にはアメリカ合衆国農務省が討論会を開催し批判が集まった。現在でも時折取り上げられ議論が続いている。厳しい批判も出ている。ブームの中2003年4月17日、アトキンスは転倒による頭の強打によって昏睡状態を原因として死亡した。死亡時に心臓病であり、 さらに体重が1 1 6キログラムあったという発言に対し死亡する9日前には8 9ラムであったと弁明がなされた。通常の食事バランスではないため健康上の問題をめぐって激しく議論されていた。2004年にはダイエットの1年後から頭痛や下痢など炭水化物が少ないことによる副作用も見られ長期的な安全性は保障できないと報告された。 アメリカの調査では2004年2月時点で消費者の9.1%がこの低炭水化物ダイエットを実行していると答えていたが同じ年の7月には2.1%に急落しておりその後2005年7月31日にアトンキンスニュートリッショナルズ社は連邦倒産法第11章に基づき会社構成手続きを取った通常 食事で炭水化物を摂取し血糖値が上がると、水臓からインスリンが出されて、血糖をグリコーゲンに変換し筋肉などに蓄える。そして、運動するときのエネルギーとして、グリコーゲンを使う。さらに、筋肉に蓄える分が一杯になると、今度は中性脂肪として、脂肪細胞に蓄える。そして、血糖値が下がる。しかし、このメカニズムは、 インスリン抵抗性が高まっていると正常に働かなくなる。肥満になるほどインスリン抵抗性が高まり、インスリンが多く作られ抗インスリン血症となる。このため脂肪として蓄えられ、安く悪循環になってしまう。また、血糖値が下がり、低血糖症になるため、体はエネルギーが足りないと感じ、食欲が出てくる。この状態を炭水化物中毒と呼んでいる。 インスリンのメカニズムが暴走し、甘いものが見境なく欲しくなる状態である。また、低血糖症の時には気分が優れない。なお、脂肪酸は脳関門を通れないため、脳は通常脳関門を通過できるグルコースをエネルギー源としている。炭水化物を制限し、グルコースが枯渇し、 低血糖となった場合、脂肪酸の β 酸化によるアセチル COA から生成されたケトン体も脳関門を通過でき、脳関門通過後に再度アセチル COA に戻されて、脳細胞のミトコンドリアの特化サイクルでエネルギーとして利用され、実際 BMI が30以上の肥満者を対象にした研究ではエネルギー制限を行わない高脂肪食、 低炭水化物食の方がエネルギー制限を行った低脂肪食、高炭水化物食よりもより強い体重低下作用が認められている。この期間にインスリン抵抗性と低血糖症が改善され異常な食欲と気分が改善される。炭水化物は1日 40g 前後が一つの目安だが実際にはインスリン抵抗性の強さによって個人差が大きい。 体重が増加するまでゆっくり 5g ずつ炭水化物の量を増やしていく。そして体重が減る量に炭水化物の摂取量を戻し維持する。炭水化物を少量取り始めることもあるが、玄米などの制白されていない全粒穀物にする。目標体重に近くなったら炭水化物を少し増やしペースダウンさせる。 目標体重になれば、儲け糖質の状態は必要ないが、炭水化物は体重が増加しないように保つ。炭水化物中毒の状態に戻らないためにも砂糖を使ったもの、お菓子は厳禁となる。ただし、砂糖の代わりにステビアを使ったものはいい。ジャンクフードは健康を害するし、炭水化物中毒に戻すので代償を払ってまで食べるものではない。シロップ。 蜂蜜、白米など精白されたもの、加糖や乳糖は禁物となる。炭水化物は果物や玄米や蕎麦、オートミールなどを少し取り入れる。魚、豆腐、野菜、豆から組み立てたメニューは健康的だとしている。世界保健機関の2007年の報告では、タンパク質の多い食事は腎臓疾患や糖尿病性腎不全を悪化させる。 世界保健機関の2003年の報告は、肥満や糖尿病を予防する対策に、全粒穀物を挙げている。国際糖尿病連合は、糖尿病の治療には、低いグリセミック指数の食品を挙げており、これは、全粒穀物などが当てはまる。炭水化物とタンパク質の摂取量によって10段階に、分けて分析し、炭水化物の摂取量が1段階減り、 タンパク質の摂取量が1段階増えることに、心筋梗塞や脳卒中の発症のリスクが4%ずつ増え、低炭水化物、高タンパク質のグループでは、そうでないグループに比べて発症リスクが最大1.6倍高まったとの報告がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。